どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ本日は2019年7月12日ですけど、本日公開の映画があります。ディズニー映画トイストーリー4。こちらのトイストーリーといえばこの曲、君は友達。こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でも、キッズも頑張ったらできるかな。家族でやりましょう。簡単バージョンやります。後半はちょっとリズムとかコードもちょっと変えて、かっこいいバージョン。最後まで2バージョンご覧になってください。よろしくお願いします。さあ、大好きな曲、カラオケで歌ったり、みんなとCD 聴いたりするのもいいんですけど、やっぱり楽器と一緒に一緒に歌うっていうのはまた一個面白いことでございまして、公演とか持ってってこう、家族で歌うとか、ぜひ始めてください。音楽は聴くの好きだけどやるの苦手というあなたにこそウクレレっていうのはあります。弦が4本しかないし、ちっちゃいから、いつでもどこでも公演とかピクニックに持って行って弾けるわけですから、ぜひ皆さん気軽に始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどん音楽がすぐにできるようになりますからね。もうちょっとしたらここにリンクあるんですけど、そのリンク先の初心者リストはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私できちゃったってすぐなります。しかもこれ YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも見られるし、テレビでも見られるし、ちょっとした隙間時間に音楽ができるようになります。しかも無料、これはいいですよね。無料ですから気楽に音楽始めましょう。じゃあリンクありますよ、ここの初心者リスト行ってください。クリッククリック、いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレでもうめちゃくちゃ簡単に弾けるようにしたレッスン動画として700曲ぐらいも上がってるんですよ。はい、今日みたいな映画の曲、アニメソングはもちろん、最新 J-POP から夏メロからもう定番 J-POP から洋楽もたっぷりあります。ハワイアンソングももちろんあります。ぜひ探して自分のお気に入りどんどん音楽やっちゃいましょう。はい。さっきのリンク先の下の方に行くと検索できたり、ジャンルボックスから探せますんで、お気に入りの曲どんどんやりましょう。さあ、行きましょう。それでは君は友達。まずは、初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4。 俺がついてるぜ、俺がついてるぜ、辛いことばかりでも君はくじけちゃダメだよ。思い出せよ友達も君のそばにいつも俺がいる。俺よりもすごいやつはたくさんいるよね。だけど俺よりも君のこと気にかけるやつはいないよ。時が流れても変わらないもの、それは俺たちの絆。君は友達、いつも俺がいる。君のそばに。トイストーリーのテーマソング、君は友達。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。相当簡単アレンジが入っております。そしてですね、ショートカットバージョンで2番はちょっとこうカットしてるんですけど、1番と同じコード進行で歌詞が足されるだけですので、フルでやりたい方、書き出してください。で、動画と一緒にできるようになった方はこちらの書き出していただいて、自分だけで演奏してみるのをおすすめします。さあ、今の私がやったバージョンか、ノートにね、見ていただこうと思うんですけど。後半やるかっこいいバージョンではイントロつけます。今は歌から入りましたということでございます。見て、こう。今やったら上の段ですからね。これ、下に書いてあるでしょ、コードが。これはね、後半やるかっこいいバージョンで解説します。これ、後半のかっこいいバージョンで弾くからね、下の段は。はい。そんな感じです。今のはシンプルに上の段をやったということです。じゃあ、こっから。あ、まあ、一応、イントロもこれ書いといたらいいかな。ですかね、一時停止で。で、この辺もこんな感じ。で、ここね、ちょっとこちょこちょ書いてある。これは後で解説します。で、ここがこう、途中のところにブリッジパート。ここもコード変わりますね、ここ。今は、
G7 とかでやったとこ置き換えていきますから、後で解説します。今のは上の段。後半やるかっこいいバージョンでは下の段のコードです。はい。で、ここ、まあ、3番のエンディングのところっていうかね、こんな感じになりますということでございます。はい。でね、コードの解説しようと思うんですけど、こんだけあるんですよ。結構多いと思うんですけど、この赤く囲ったところはこれ指一本シリーズで入門コードなんですけど、それ以外はですね、C と A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7ということで、これ、この2つ入れてもですね、これなんですよ。はい。ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードというのはもう必須ってことで覚えてもらいたいコードでございます。必ず覚えましょうということで。音楽やる上で欠かせないのはコードを覚えなきゃいけないんですけど、星の数ほどコードってあるんですよ。それ全部覚えようと思っても無理だし、大変でしょ？はい。そんな方。このウクレレにとって、ものすごく仲良しの、すごく便利なコードがあります。それが、8プラス2。まさに今日出てきた全部なんですけど、それ、ガズレレ必須コードということで私名付けております。以前私がそのコードをめちゃくちゃわかりやすく頭にスッと入るように解説している。その動画、ここにリンク貼っておきます。ぜひここでコードの勉強してマスターしてください。なので、気合やって簡単バージョンはこれ全部出てくるんですけど、ちょっとコード多いですけどね。一個ずつ見たら簡単コードです。はい、どんどんいきます。次ね、かっこいいバージョン、ここから解説入っていきますよ。一個だけ、B7 というコード。はい。B7 というのはこれなの。B7 ってね、二通り押さえ方があるんですけど、ガズレレではこっちの簡単だと思われる方の押さえ方でやります。B7。このね、ブリッジパートのところで出てくるんですよ。ここのところで出てきますね、B7。はい。押さえる場所は、ここと、こことここ。こういう風に押さえ、一弦は押さえてないです。はい、B7。はい。これを使います。これちょっと初心者の人、パッと行くの難しいかもしれないですけど、ちょっとこう鍛えてください。で、シンプル簡単バージョンではこれ Dm でちょっと、まあ、アレンジしたということなんですけど、こっちの方がやっぱ響きはいいですからね。B7。これを使ってみましょう。そしてかっこいいバージョンのリズムは、8ビートのチャというリズムでいこうと思います。基本的には。で、しかも、シャッフルという、ちょっと跳ねた感じがいいんですよね。普通のリズムは、チャッチャッチャッチャですよ。シャッフルのリズムっていうのは、タッタ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 。これちょっとルンルン気分。こう、跳ねてる感じ。嬉しいリズムみたいな感じです。それで8ビートのチャをやるとこうなります。こんな感じです。このシャッフルの感じを出す秘訣があります。ルンルン気分でやるとすぐできますからね。8ビートのチャ。はい。で、8ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っときます。で、ここはね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、そこから8ビートのチャを練習してもらいたいんですけど、いきなり8ビートのチャをやる前に、ただの8ビート。これをやってみましょう。これをやると、これを分かってないと、8ビートのチャはちょっと難しいです。あともう一つ参考になるリズムがあります。それはですね、ルンルンビートというリズムで、さっきのリンクのところにありますから、そうそう、ルンルンビートってこうです。シャッフル、タンガ、ズンズン。このルンルンビートでもすごくいいんですけど、ルンルンビートと8ビートが混ざったようなのが、バッチグだと思います。ちょっとこのリズム、軽やかな感じでやってみましょう。かっこいいバージョンでは、イントロもつけます。やってみましょう。で、これからちょっと掘り下げていくんですけど、このマーク見てください。この矢印マークはシンコペーションマークといって、リズムが前にスコーンと入ってくるやつを言います。A メロのところで出てきます。これ見てください、このテロップ。俺がついてるぜ。俺がの、この C から C7 のところについてるでしょ？これもやってみますね。俺がついてるぜ。パーン。わかった？ C から C、アップで C7、C7 アップです。俺がついてるぜ。パーン。こんな感じで、ちょっとリズムが前にスコーンと入ってきます。これ。ふいふい出てくるんで、要チェックですよ。で、かっこいいバージョンは今みたいにコードが細かく増えたりしてますんで、この辺、よーく見ておいてください。で、かっこいいバージョンで2つの決めフレーズみたいなのを入れていきます。まず1個目は決め1です。これはですね、この、お礼はついてるぜ、お礼がついてるぜのこの、ここのところですね。1番の一番最初のところです。最初からやってみると、お礼がついてるぜ、ここシンコペーションでこうです。次ですね。お礼がついてるぜ、でん、わかる？ C7C。 はい、これを決め1ということにしました。 C7C 一瞬 G7。 はい、これが1番と最後の3番で2回出てきますからね。これ決め1でんでんが G7C。 これ覚えておいてください。もう一個の決めはブリッジ前のところで出てくるんですけど、ここが面白いんですよ。これね、ノートにも書いてあるんですけど、ここですね、いつも俺がいる。ここ、一弦の
3321って書いてある。C を押さえたまま一弦の3321です。はい。こんな感じで表記しておきますけど、ここね、いつも俺がいる、でん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 。今度はちょっとか、3321、3321。はい。こんな感じで。これを言葉で表したのが、まあ私はここに書いたんですけど、はい。決め1。決め1が、ダンダートトータン。決め2が、タンタタンタン。タン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 ですね。はい。この感じがちょっとね、似たような感じですけど、はい。そしてもう一個、決めというか、シンプル簡単バージョンでも やってるんですけれども、最後の方の、決めがあるんですよ。俺たちの絆、ここですね。絆、言葉に合ってる203連というリズム。ダンダンダン。はい。ここちょっとこう、なんていうの、応用にやるとね、なんかまたこのドラマ性が一個増えるかなという感じですね。ここをしっかり決めましょう。この曲はやっぱり映画の主人公になりきって、もうね、こう、なんていうの、こう、ミュージカルっぽく演出して歌うとかまた可愛いかなと思うんですけど、まあ心込めてね、ノリノリで、君は友達、こんなことをイメージしながらやっぱ歌いましょう。はい、トイストーリーの君は友達、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。デレデデンデン、ステンデン。君は友達、トイストーリーの曲。今年の夏はこの曲ワイワイ歌いましょう。家族で一緒に歌う。これはね、最高ですよ。もうコミュニケーションツールにもなるわけですから、楽しんで、ふいふいふいってね、こういうのがまたね、豊かですね。はい、ウクレレどんどん楽しんでください。ウクレレ楽しいなと思った方、周りの方にどんどんこう広めていってくださいね。よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひお願いします。この辺に書いてあると思います。よろしくお願いします。さて、このガズレレですけども、いろんなことやっております。イベント、日本全国どころかもう世界も行ってますけれどもね、飛び回っております。そんなことの情報や、あとね、ブログ書いてたりね、あと本出してるんですよ。楽譜とかいろんな。そんな最新情報、この後ちょっと動画ひっつけときますんで、お時間ある方はご覧になってください。今日は見てくれてどうもありがとうございました。ではまた会いましょう。じゃあご案内動画、どうぞ。はい。ガズレレホームページをまずご覧になっていただくと、ガズレレ .com、いろんなことがわかります。ここにリンク貼っておきますんで、ご覧になってください。次は、奈良だと思ってたらですね、もう、奈良、ガズレレイン奈良、ありがとうございます。満員御礼ソールドアウトになっていただきましても、関西の方、本当にありがとうございます。来れなかった方、また次回要チェックしておいてください。続きましてね、8月とかこう、行きますよ。山梨の伊予。その次、山形とか、これ東北の方も結構攻めてきますんで、詳細はもうちょっとしたら、ホームページ随時公開しますから、ちょっと見といてください。よろしくお願いします。あと、本もいろいろ出してるんですけど、これが一番新しい本です。リットーミュージックから出てる100曲入りの超簡単版ガズレレソングブック。今大ヒット中です。ぜひゲットしてください。あとブログなんかも書いてますんで、読んでください。はぁ、盛りだくさんでございます。楽しんで音楽やろう。今日は見てくれてありがとうございました。さよなら、バイバイ、またね。チャオ。